半兵衛殿か。おお、やっと会えた。どなたかは存じ上げぬが、察するに稲葉山城のことでしょうな。ですがあいにく私は病の身に、何もお役には立てませぬ。お引き取りを。この力、もしやあなたが藤吉郎殿か。いや、久しぶりに力を取り戻して若返ったようですわい。おせっかいかもしれぬが、お世話させてもらいますの。いいでしょう。我が師も懐いたようですし、この日滅びようと最後までお使いいたします。まずは稲葉山攻めで私をお試しください。俺は無名と一緒に霊石を探す。あら、城への抜け道じゃ。久々に案内させてもらいますの。表は半兵衛や信長に任せるがよい。
これは半兵衛殿の数。お前の。父さんが作り、義辰が広げたものじゃ。義辰は家臣までも捕らえて、半兵衛も力を尽くしたが、止めることはできんかったのじゃ。
私もマムシの娘、うつけ殿のもとへ嫁ぐ覚悟はできております。父上、
身の回りにはお気をつけくださいませ。やる。
どうしたの？浮かない顔して。おい！霊石が、ここにあるはずの霊石がどこにもない。